をしました高見進選手においでいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。新人戦デビュー戦の第1走目を見事な6コースからのまくりでこう立ち上がりましたけども、はい、レースの感想をちょっと一言お願いします。ちなみに今新人戦って間違えませんでした。名人戦です。名人戦すいません。でも僕は新人ですからね、はいはい、何でしたっけ。6コース鮮やかな感じで面白かったと思うんですけど、嬉しいです、はいはい、ね、名人戦のデビュー戦となったレースで、はい、6コースまくり、今日の足的な部分ってどう。昨日からちょっと伸びる傾向にあったので、はい、まあ、6枠でまくれたらいいなと、はいはい、密かに狙ってたわけですよね。で、朝から結構6がね、はい、頭入ってきてたんで、そうですね、他のレースでもね、6が結構絡んでましたので、はいはい、まあ、スタートさえきっちり全速でいけばなんとかなるんじゃないかなと、はいはい、狙い通りのこう形で運びましたけど、まくれましたね、はい、その足ですけど、伸びとその他の足っていうのはどんな感じで今のところありますかね。足合わせでもこうなんていうんですか、伸びるんで先行しちゃうんで、はいはいはい、ターンマーク周りに行くとき待ってなきゃいけないんで、ね、実際ターン周りよく分かんないんですよ、はい、それはじゃあその後のレースで競ってみてその辺が評価が出てくるってことですか。そうですね、あんまり知りたくはないんですけど ね全部一等でね、先頭走るのが一番いいと思いますけど、はい、そのやっぱ伸びるっていう足はメンバー、いっぱいいますけどかなり上位という評価でいいでしょうか。合わせた人たちがですね、はい、40% とか 50% とかそういうエンジンの人たちとまだ足合わせしてないんで、はい、その上位のね、出てるなって人とはまだ分かんないですね。自分との比較はちょっとない。現状ではじゃあ、やった中では、まあ、満足に近いというか。そうですね、かなりいい感じですね、はい。高見選手は最近ですね、前節も若松優出、はい、3節前も江戸川優出という具合に、はい、1回中止のレースがありましたけども、はい、好調なようですけれども、はい、その辺の要因っていうのはどの辺に。ですね、去年暮れからこの名人戦に合わせて、はい、チルト3度ここがあるんで、はい、それにチルト3度やろうかなって3節ほど続けたんですよ、はい、でそういうペラーを使っててですね、そこから得たものが大きかったと。まあ、伸びるようにするためにはどうしなきゃいけないかなって、今までこうチルト低い状態の、はい、じゃないのを経験したのが今のこう成績につながってんじゃないかなと。要するに直球をこう意識した仕上げっていう感じで。そういうことですね、直球ってどうしたら出るんだろうっていうのがチルト3度試してて、はい、まあ、ちょっと分かったかなと。それを装着下げた状態でもそれを応用してると。いい結構にこう結果答えが出てきてるっていう形ですかね。そうですね、まあ、ネックもあるんですけどね、直球ってやっぱりどうしても出足は甘くなりがちなんで、はいはい、その辺のバランスをいかに取るかっていうのもやっぱ、はい、そういう中でいくと今節も知ると、はい、ボンと跳ねてみたりっていうのもちょっと考え、いや低い状態でね、あんだけ伸びるからね、3まではじゃあちょっとリスクを、もし試すんだったら今日の6枠でチルト跳ねて、もっとピッチのきついやつあったんですけど、それをあえてやらないぐらい低い状態で結構伸びる感じがあったんで、っていうかそうなりますと2日目3日目もちょっとかなり楽しみな気がするんですけど。そうですね、徐々に回転が上がってきてペラが止められるような傾向にあるんだったら、もっと面白くなるかもしれないですね。それではですね、高見選手今節の大暴れをですね、アピールファンの方にはアピールしていただいて締めていただこうと思いますが、暴れるかなってなんていうんですか、その表現じゃなくて、まあそうですね、毎回まくれるようにスタート全速でいきたいと思います。はい、直球がすごい魅力的な高見進選手でした、はい、ありがとうございました。どうもありがとうございます。初日6レースを、2着しました北岡敦史選手に お越しいただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。あの6レースは、6コースからのレースになりましたけども、はい、一番こう、ね、スピードのあるまくり差しで、もうちょっとで、ね、頭までっていうところだったと思うんですけども、ね、レース振り返っていかがでしたか。まあいい風降ったんですけどね、はい、まあ、自分のセッティングからしたらもうちょっと伸びてほしいなって感じです。今日はチルト1度でのレースになりましたけども、はいはい、北岡さんといえばね、若い頃からこうかましをこう持ち味にしてやってこられた選手だと思うんですけども、やっぱり名人戦来てもそういう自分のレーススタイルっていうのは、まあこの辺の方がまだそのスタイル持っていきやすいですね。うちの方でごちゃごちゃしてる選手をね、尻目にガツンということで、
ごちゃごちゃしてくれたら面白いんですけどね、はい、なかなか今頃そんなしないですよね。初日の、ね、6レースはメンバー的にもすんなりと、ね、折り合う、ね、形になりましたけども、あのレースですとあのピット離れがちょっとなく6コースという形になりましたけども、他にコースが 取れる場合のセッティングというのもあるわけですか、やっぱり。まあ、一応ありますけどね、はい。まあ、1号艇で楽員になりそうな時はクラ変えてそういうスタイルで、で大体最近メインはやっぱり今日のペラでガツンと伸びてもう炎のようにまくっていくっていうレースですね。はい、で今回ね、あの名人戦初出場になりますけれども、雰囲気とかいかがですか。まあ、あのたまにこういうあの、はい、シニア戦があるんですよ、はい。まあ、それのちょっと、はい、みんな気合が入ってるなと思います。あとこのね、今節あの、まあ、同じように同期51期のメンバーもだいぶこうね、いらっしゃってますけども、はい、雰囲気とかどうですか、同期の。まあ、まあ、たまに まとまることはないですけど、はい、たまに会いますからね、はい。まあ、特別ということはないですね。そうですね、はい、わかりました。それでは、今節にかける意気込みを最後に、ファンの方に向けてメッセージお願いします。はい、もうちょっと伸びが足りませんけども、まあ、ペラ調整でつけていきたいと思います。伸びがついたら、まあ、面白いレースできると思います、はい、よろしくお願いします。北岡敦史選手でした。どうもありがとうございました。山口チーム、新田和則選手においでいただきました。よろしくお願いします。はい、お願いします。初日は4レースの4号艇を3着、9レース1号艇を見事に1着ということで、はい、いいポイントを、ね、まとまったと思うんですけども、レースの方もね、見ている限りでこう行き足とかその辺の感じが良さそうに見えたんですけども、ご自身の乗られていかがでしたでしょうか。そうですね、試運転なんかも伸びの方では強めなんで、はいはい、どっちかいうと伸び型傾向なんですけどね。まあ、前足も悪いわけじゃないんで、はいはい、最近そのプロペラの傾向っていうのはその足の仕上げの方向性ですかね。どっちの方がやっぱり。いやー、それが最近ちょっとペラが合ってなくて、はい、ちょっとペラにずっと宿泊してたんですよ。で今回思い切ってちょっとペラを変えてきて、それが今当たってるかなっていう感じで、まだ煮詰まってはないんですけど、まだ徐々にもっといい方向に持っていけるかなっていうのは、はい、本節からじゃあ、あの、発足ペラ、はい、あの、発足のペラっていうことで、はい、そうです、はい、じゃあ初日はそれがこういい感じで、そうですね、まあ、昨日から感触があったんで、はい、どうにかなるかなっていうのは、はい、明治戦の舞台に向けてちょうどいいのがじゃあこう来たのかなっていうところですかね。まあ、ちょっと伸びに寄ってるっていう話でしたけれども、うん、この後の調整の方向性っていうのはどの方向で。それをちょっと手前手前に持ってきたいんで、はい、行き足、まあ、スタートする時のね、起こした時の足がちょっと重い感じがするんで、そちらの方に持ってきたいなっていうのがあります。本日はあの名人戦ということで、はい、あの内志向の強い選手たくさん、ね、いらっしゃいますけども、うん、はい、品選手その辺のコース取りとかは。いや、もう今節はコース不問で、もう多分枠なり、まあ、ピット で変わることはあるとは思うんですけど、はい、まあ、強引にということもないし、まあ、外からでもレースできるようにと思ってちょっと伸びる感覚も残してっていうのはあります。はい、もうね、名人戦の顔になりましたけどもね、新田選手もあの最後になりましたけど、ファンの方に向けてメッセージの方をよろしくお願いします。はい、そうですね、もうぼちぼち欲しいなっていうタイトルなんで、はい、今節頑張ります。山口新田選手にお越しいただきました。ありがとうございました。